というわけで今日もね西成に来てるんですけど、前回もねこの近くの焼肉屋さんに行ったんですけど、これ朝からやってる、朝8時からやってるということで、今日何でもねその情報によれば本日のお肉が結構ね高級な和牛ということでね、ちょっと行ってみようかなと。しかもかなりね安く、だいたい2000円ぐらいする肉がねものすごい価格で安い、ね、値段で売ってるということで、ちょっとね、今日は行ってみようかなと思います。本日のお肉はね、宮城牛の三角が880円、普通のお肉屋さんで売ってたら1000もう倍以上ですか。それと、はい、ライス大盛りで、大盛り OK です。でハラミと、島町、ハラミ島町 OK です。あとがどうしようかな、生ビールで。生ビール、はい、OK です。お願いします。はい、早いですね。めちゃめちゃ肉はちょっと弱くて、あ、いいっすよ。そんなに本当から見て命かけちゃう。
はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。僕も結構焼き肉やるから好きだけど、ありがとうございます。皆さん。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今日はね、第2回目ということで焼肉屋さん行ってきたんですけど、もともとはね、そのラーメン屋さんだったんですけど、まあそのいろいろあって焼肉屋に、なってしまったという、ちょっとね面白い場所なんですけど、まあとってもね安く食べれる、焼肉屋さんなんですよね。まあ、この他にも西成っていろいろ焼肉屋さんあるんですけど、ほとんどいい値段なんですよね。はい、というわけで高級なねお肉が、和牛がもう800円ぐらいで、いただけるということで、お会計が2,120円ぐらいだったかな、いう感じでした。本当にとっても美味しくて満足いく、内容だったかなと思います。
ぜひ行ってみてください。それではまた。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。